ダジャハオ、アレクサンドロスです。どうも、台湾の皆さんお久しぶりでございます。マジでお久しぶりです、ね、もうこういうコロナになってからですね、全然行けてないんですけど、うんね、はい、もう本当に何でしょうね、日本に新大久保っていうね、はい、あの場所があるんですけど、はい、そこではですね、割とこう台湾のね、はい、ご飯屋さんとかがあったりとかして、うん、すごい懐かしいなって、うん、まあ、そうですね、はい、行きたいね。そうなんですよ、ちょっとね、そういう気分に浸ることもあるんだけど、やっぱり本場のね、ね、ね、あのご飯食べたいなと、うん、そしてライブをしたいなと日々思ってる、うん、我々でございますが、そんな我々のニューアルバム Bad Way Cats がリリースとなりました。はい、ね、リアドが入って、はい、初めての初めて、ニューアルバムということなんですけど、皆さん聞いていただけましたでしょうか。もう Spotify や、ね、Apple Music とかでもね聞けますので、ぜひ皆さん聞いてください。ミュージックビデオもねありますので、ぜひ、見ていただければと思います。というのも、なんとライブがまだないんですけど、びっくりした俺今行くのかと思ってちょっと嬉しかったいやいや、まあでもね、もう本当に決めなきゃなと。そうだね、うん、そろそろですね、そろそろかなっていうね、うん、この、まあ、空気の読み合いというかね、うん、もう いいかな、うん、いいんじゃないみたいな感じの、この感じ、微妙な、ね、時期なんですけど、まあこの日本のツアーが終わった来年ぐらいにはね、うん、行けたらいいなと思ってる次第でございます。いや本当に、はい、うん、そんなわけで皆さんぜひぜひ楽しみに、うん、お互い楽しみにしておこうかなと思ってます、うん、はい、そしてですね、なんと、グッバイドングリーズ、うん、映画ね、はい、我々主題歌ロックザワールドを提供したんですけど、はい、台湾でもなんと公開されるということで、いいですね、7月の29日に、うん、なんと劇場公開スタートということでね、はい、ちょっといいですね、うん、いいね、これは台湾でも、ね、公開されるって嬉しいんですけど、はい、はい、まあ、そんなわけでニューアルバムには先行のハサウェイのね先行だったりとか、うん、今日本でもね放送中の六本木クラスの主題歌とか、うん、ベビーズ・オーライトとかねあったりしますので、皆さんぜひぜひ、楽しみにてか聞いてください。ぜひぜひ今すぐこの SNS を閉じた瞬間に聞いてください。はい、ジャマさん、はい、最後に、はい、チンドードー支持シェシェ、またお会いしましょう。アレクサンドロスです。バイバイ。さあちゃん、シャツチェン、タチューちゃん。